ってみましょうか。
お疲れ様です。遅れてすいませんでした。本当にやりましょうやりましょう。お願いします。すごい広いですねここ。うん。すごい、ここのスタジオに来ること分かってたよね。そう、分かってたの。分かってたんですね。そう、色合わせる。あ、本当に嘘だ。騙された。騙され、騙されました今。ね、別です。明日来るの、うん、やったー。でも違うみたい、うん、なんか私、かなさんっていう人と ねじゃなかったです。そうです、そうです、ごめんなさい。そうですよね、はい、やば、うん、頭がで明日3ダンサーさん3人いるんですよ。すごい、もうでも狭いっすよ。でもで、そのかなさんと元井さんがデュオでやってもらって、で、みやさんはあの私たちの あの大暴れするところで、もしかして怪獣だったんじゃないですか。いやいや、あのピラネージュっていう、それよりもっとあのうるさいやつがあって、それに出てもらうんですけど。いや、あの人いますか、パーカッション。あ、いますよ。あ、大変な、うるさい、やばい。絡み面白い。私はちょっと無理かな。ちょっと怖いこと言わない。楽しみです。私ちょっとよく分かんなくて、何が分かんない。そうなんだ。今ならノリが分かるかもしれないけど、その時はつかめなくて。で、そのつかめたことを教えて。つかめたことは絡んでほしいんだな。どうやら人としてパフォーマンス、パフォーマンスを絡みが欲しかった。で、私がやろうと思ってることってまだすごいなんかおぼろで、あのこうはっきり伝えられないんですよ。っていうか、こう探り探り、なんか一緒にこう作ってもらえればなと思ってるんですけど、基本的に打楽器と身体表現だけでなんかこう曲的なものを作れればなと思ってて、その今まで私ずっとバンドをやってて、そうするとドラムがいて、ベースがいて、ギターがいて、ボーカルがいるとかっていう、そういう形でその曲をやってたんだけど、そのそれぞれの楽器をあの打楽器とダンスにもう振り分けて、その打楽器の人とダンスの人がこうハーモニーを作るみたいなのができないかなと思ってるんですよね。で、その際にコンテンポラリーのその文脈でものを作ると作りやすいかなと思ってて、
でそれですごい手伝ってほしいなって思ってて、その普通のポップミュージックって A メロ、B メロ、A メロ、B メロでギターソロがあってサビがあってで A メロ戻っておしまいみたいな、そういう作りになってるんですよ。でそういうのを打楽器とダンスだけでなんかこう作れないかなと思うんですよね。わかります？わかります？でその際にその音楽って楽譜っていうその非常に優れたそのあのこう書いて残すのがあるんだけど、ダンスってそういうのってあるんですかね、そういうノーテーション寄付法というやつ。おでも踊りのやつもあるじゃん。でも書いて覚えたりとかするし、書いて覚えたりしてます。ああだからそれを教えてほしいんですよね。そうするとその作っていくときにそれを元にその作り込ん でそれをまた再現するみたいなことをやれればなと思って。 でもまあ全部を全部こうきっちり作るんじゃなくて、ゆるく作っといて、この辺はじゃあフリーでみたいな形でもやりながら、でもその決まってるところは決まってる感じで、だからっていうドラムがずっと鳴ってる時には決まったダンスをするみたいなのを作る。そのパターンが一つあって、で別のパターンでみたいなのがあったら、それはまた違うのでそれをこう組み合わせてって変化させてって、でそれでなんか一つの作品にできればなと思ってるんですけど。一個ずつ音作ったら自分に合わせて。そうっすね。作る。で、あとはなおかつそのダンスの方からこドラムとかパーカッションにその合図を出すみたいなパートも、あパートっていうかそういうシーンもあっていいかなと思って。そうすると。音に合わせて振り作ったら多分どっちもできるのかな。そうですね。地道に作るしか、作りないなんて作ってくださいとか。ノーアイディアだからそういうのはそういうなんかこう即興でちょっとじゃあなんかアイデア出しでやってみましょうとかってやって、でそれをこうあので記憶しといて、であここ面白いねとかってこう継ぎはぎでやったりもできると思うんだけど、テンプレで何て言うん。
組み合わせですか、音は。うん、パッとパッとパッとパッから。まあ今たまたまやっただけなので、よく自分でも分かんないけど。どれぐらいの長さの5分ぐらいかな、きっと。一曲が。あ、一曲はそうですけど、例えば A メロならどれぐらいの。それはあんまり決めてないし決まんないと思うし、いろいろバリエーションがあっていくのかな。なんかこちらとしてはどうせ即興になるから。でもその突破突破だったらどういう風なのにするっていう、うん、でそこにジャラジャラジャラとかになったらどうするとか、うん、そういうぼんやりでもありがたい。だからそれをなんかこう一緒に作っててほしいなと思うんだよね。動きだと結構あれ、まあ、全然つながってみないか、やってみた、つなげてみた方がいい。何を？ね、なんかこう動きが、あ、こっちとこっちがってことね。確かに。でも今いいんじゃない？後からすり合わせていけば、うん、よろしく。ちょっと多分わからない。映像見て振り落としてみて、ね、足に教えてくれ。じゃあ違う雰囲気でください。違う雰囲気ね、はい。じゃ場所交換しよう。要望が。ご自分何もやらないくせに。くれくれ。
があります。これは決まった曲なんですよね。これどう決まってるんですか？起承転説明すると難しいんだけど、